お世話になっております、マサルです。今回はアープについて一緒に勉強していきたいと思います。私がまだ駆け出しだった頃に開通試験という工程を担当していました。開通試験というのは新しい回線を作って、その回線が正しく使えるかをテストする試験です。試験ではピングを利用して開通試験を行っていました。ただピングを打つと毎回最初の1回目が失敗するんですよね。疑問に思ったので先輩に聞いたら、先輩はそれアープだね、 MAC アドレスがわからないから調べてるんだよと教えてくれました。当時はこの言葉の意味がさっぱりわかりませんでした。皆さんどうでしょうか？この先輩の言葉理解することできますか？アープを理解するとこの先輩の言葉もネットワークの理解もぐっと高まります。今回はアープの学習一緒に頑張っていきましょう。それでは始めていきます。まずはアープとは何か、結論からいきましょう。アープというのはアドレスリゾリューションプロトコルの略でアープです。 IP アドレスから MAC アドレスを調べるためのプロトコルです。 IP アドレスから MAC アドレスを調べる、よくイメージできないという方もいるかもしれませんので、順を追って説明していきます。通信をするときにはカプセル化が行われていると過去の動画でお話ししました。カプセル化するということは、各層の処理で必要な制御情報をつけていくことになります。各ヘッダーを作るためには様々な制御情報が必要です。例えば L3 ヘッダーでは IP アドレスの情報が必要です。 L2 ヘッダーでは MAC アドレスの情報が必要です。これらの必要な情報はどうやって手に入れることができるのでしょうか？具体的な流れでイメージしてみたいと思います。 PC1 から PC2 へ通信する例で考えます。 PC1 から PC2 に対してピングを打つときにはコマンドを入力します。この時入力するコマンドには通信先である PC2 の IP アドレスの情報が含まれています。つまり L3 ヘッダの IP アドレスの情報はコマンドを元に知ることができます。 L3 ヘッダに IP アドレスの情報が入ります。次は L2 ヘッダをつけてフレームを作る工程に移ります。 L2 ヘッダでは MAC アドレスの情報が必要です。送信元 MAC アドレスは自分で知っているので問題ありませんが、宛先 MAC アドレスの情報がわからない状態です。その時に活躍してくれるのが ARP です。 ARP は IP アドレスから MAC アドレスを調べることができます。 ARP というのはネットワーク層に属するプロトコルです。 ARP を使って PC2 の IP アドレスを持っている人は応答してくださいというパケットを作ってブロードキャスト通信を行います。このパケットを受け取った PC2 は自分の IP アドレスが該当するので、自分の MAC アドレスを含んだ情報を応答パケットとして PC1 に返してあげます。受け取った応答パケットによって宛先 MAC アドレスを知ることができるので、 L2 ヘッダも作ることができます。流れを再確認します。通信先と通信したい、 IP アドレスはわかるけど MAC アドレスはわからない、 MAC アドレスがわからないから ARP で IP アドレスから MAC アドレスを調べる、 ARP を使ってブロードキャスト通信を行う、該当の IP アドレスを持っている PC は応答して自分の MAC アドレスを伝える、応答の通信を受け取って宛先 MAC アドレスを知ることができる、 MAC アドレスの情報を使ってカプセル化してフレームを作って通信する、このような流れになります。それではこの ARP の流れもパケットトレーサーを使って確認してみたいと思います。それではパケットトレーサーの画面に移動します。それでは今回もパケットトレーサーを使って ARP の動きを見ていきたいと思います。今回は PC1 からピングを行って ARP の動きを見てみたいと思います。まずは PC1 でコマンドプロンプトから ARP-A を実行してみたいと思います。 PC1 を選択してデスクトップからコマンドプロンプト、そして ARP-A と入力してエンターボタンを押してみてください。すると No ARP Entries Found と出た方が多いと思います。各ホストは ARP テーブルというものを持っています。ARP テーブルは IP アドレスと MAC アドレスの対応付けを管理している表です。今の段階では ARP テーブルは何も情報がありません。もしここに情報が何か載っている人は、手順2番の ARP-D と入力して ARP テーブルをディレイト、削除してください。何も ARP テーブルに情報がない状態から始めます。次は手順の3番シミュレーションモードを起動して ICMP と ARP だけが見えるようにフィルターしてください。シミュレーションモードを起動して ARP と ICMP だけになっています。
では次の手順に行きます。 PC1 から PC2 に向かってまずはピングを打ってみたいと思います。 PC1 から PC2 なので同じネットワーク内にいるホストに向かってピングを打つということです。それではやってみましょう。ピング 192.168.0.2 入力できたらエンターをします。すると ICMP の情報と ARP の情報が可視化されます。先ほどお伝えしたようにピングで宛先 IP アドレスは指定してあげていますが、フレームを作るときに MAC アドレスの情報が必要です。 MAC アドレスの情報が今は ARP テーブルで何も管理されていないので、 ARP を使って192.168.0.2 を持っている人は応答してくださいといった情報をブロードキャスト通信します。データを前に進めていきます。 ARP の情報がスイッチに届いてブロードキャストされます。該当の IP アドレスを持っている PC2 だけがデータを受け取って自身の MAC アドレスを応答します。はい、このように PC2 から ARP の応答が返ってきました。この時に PC1 は PC2 の MAC アドレスを学習して、その情報をもとにフレームを作ります。フレームができたのでピングを開始します。はい、このように PC2 と無事ピングを使って通信することができました。この状態で一度ピングを止めます。コントロールボタンと C を同時押ししてください。するとピングを途中で止めることができます。この時点で ARP テーブルをもう一度確認してみましょう。上ボタンを押して ARP-A を出してください。するとこのように ARP テーブルが更新されています。 IP アドレス 192.168.0.2 のホストは MAC アドレス末尾 1B45 を持っているという情報を ARP テーブルで管理できています。では次の手順に行きます。今は PC1 から PC2 同じネットワーク内のホストに向かって通信しましたが、次は PC1 からサーバー0別のネットワークのホストに向けて通信してみたいと思います。一度シミュレーションモードからリアルタイムモードに切り替えて、もう一度シミュレーションモードに変更してください。シミュレーションモードが綺麗になっている状態で、次はサーバー0に向かってピングを行います。ピング 10.0.0.1 です。それでは実行します。すると先ほどと同じように ARP テーブルに情報がないので、 ARP を使って対象の MAC アドレスを調べようとします。 ARP の動きを追っていきます。ARP はスイッチに届いてブロードキャストされます。ブロードキャストされた通信はルーター0から返ってきます。この時に運んでいる ARP はデフォルトゲートウェイが持っている MAC アドレスの情報が何かという応答を PC1 に向かって返しています。この時に PC1 はデフォルトゲートウェイが持っている MAC アドレスの情報を学習します。 PC1 からピングが送られていきます。ピングがデフォルトゲートウェイにつきました。ただここで情報が破棄されてしまっています。その理由はサーバーが属するネットワークの中で ARP が発生するからです。 ARP の動きを見ていきます。ルーター0からサーバー0に向かって ARP が行われて、サーバー0は ARP の応答として自身の MAC アドレスを返します。するとルーター0はサーバー0の MAC アドレスを学習することができます。この段階でようやく経路中の ARP テーブルの情報が揃って通信できる状態になりました。ただこちらをご覧ください。ピングの結果がリクエストタイムアウトになっています。このように ARP テーブルを学習するには一定の時間がかかってしまいます。その一定の時間がピングで許容している時間を超えてしまうとリクエストタイムアウトになってしまいます。ピングは初期設定で1秒おきに指定された宛先に対して通信を行い、応答がなければこのようにリクエストタイムアウトになってしまいます。経路中の機器が ARP を使って MAC アドレスを学習している間に1秒を超えてしまってリクエストタイムアウトになってしまうということです。ただこの後は MAC アドレスを学習できているのでスムーズに通信することができます。サーバー0から応答のパケットが PC1 に返ってきます。冒頭のエピソードで先輩が言っていた ARP が原因で1回目のピングが失敗するといった理由は、ここに理由があります。今回利用したパケットトレーサーのデータもダウンロードできるように概要欄に貼ってますので、ご自身でもパケットトレーサーを使ってみて ARP の動きを見てみるととても面白いと思います。それではパケットトレーサーの実演は以上です。お疲れ様でした。今回は ARP について一緒に勉強しました。 ARP はアドレスリゾリューションプロトコルの略で、 IP アドレスから MAC アドレスを調べることができます。
OSI 参照モデルでいうとネットワークソンに属しているプロトコルです。最後に冒頭お話ししたエピソードを振り返ります。初回のピングが毎回失敗する事象について先輩は ARP が原因であると教えてくれました。 ARP で IP アドレスから MAC アドレスを調べている間にピングのタイムアウトが発生するので1回目は失敗しているということです。この動画が ARP の学習の役に立てばとても嬉しいです。それでは今回の動画は以上です。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。